石垣の市民センターは、文化センターは大正パルプの裏のところにあったので、パルプだらけになってしまって、これ、で全部僕は洗って乾かして、一生懸命やって直ってきたので、今、一応ここに飾っている。ちなみにこれは粘土ではなくて、木です。木です。木。あれほら、木削ったらなんでしょう、ね、本当だ。コツコツってね。ドイツなんかでね、ほらライン川が氾濫してってのがあった、うん、だし淡水で広くなったのは、うん、例がたくさんあってどうすれば直せること知ってたんだけど、塩水は本当になくて、うん、でそれにこれは木だったので助かって、こういうふうに作っておいです、うん、戦争で行ってしまったのでちょっと途中で変わるんだけど、問題はさっき見てきたやつとちょっと違うんだけど、近代っていうのが一番初めの人なので、この人たちは実はこういう人なんですね。日本のチョークってこういうもんなんだよ。つまり日本ってこういうのとこういうのがある。これ自然の動物。違う、これ根付けなんですよ、簡単に技術的には。技術的に根付けの文化があって、あと仏像だ。そこに近代っていうのが入ってきて、うん、女の人の肌が作っていいよってきたので、すごい動揺した。解説の人はまだ若いの、だから若い子こうやって作ってたわけだけど、でこうなって近代っていうと、あの人ね、あっちに行かないでこっちに来ちゃったわけ。エキタはここに来るわけ。本当はあれは石巻の例の文化センターですよ。ですね、はい、でね、治ったらすぐ返すと思うよ。ただね、すぐ持ってけとかっては言わない。本当はちょっと扱ってたいので。でもあれはその石巻のもので、あの今直して扱ってるだけなんですね。ちょうどあの修了さんの展開なんかとかあったので、うん、閉めたと思って出したんですね。なるほど。あと塩でやられた作品っていうのは今直してる最中、うん、そうですね。あのね、塩はね、一応今全部きれいに直してやったけど、うん、多分ね、これ世界で初めてその塩水でダメになったやつの リペアっていうのをやってるはずで、あの真水はあるんですよ、塩水であの回ダメになったっていうのは多分初めてで、すごい世界中から注目されてると思うよ、うん、展示できるようになったっていうのがいいかな。あ、そうですか、うん、まあ早くそうやってほしいけど、ね、分かりました。ありがとうございました、はい。